皆さんおはようございます、大です。ここはですね、 JR 水沢駅なんですが、今回は JR 東日本管内の定期列車で最も乗車難易度が高い東北本線の快速アテルイ盛岡行きに乗ってきたという動画でお届けしてまいります。快速アテルイっていうのは、早朝に下り水沢発盛岡行き1本のみ運行されている列車で、水沢発車時刻が6時50分とそれなりに早く、一ノ関北から出ないと乗車できないということで、 JR 東日本管内の定期列車で最も乗車難易度が高いとされているんですよね。また快速アテルイの列車愛称でもあるアテルイというのは、平安時代初期に実在した蝦夷氏の族長で、朝廷軍を撃退し地元を守った英雄なんですよね。そのアテルイの没後1200年の記念事業の一環として、水沢発盛岡行きの快速列車にアテルイという愛称をつけたようです。今回はそんな英雄の名を語った乗車難易度マックスの東北本線快速アテルイに乗っていきます。ということで、水沢駅の改札口にやってまいりました。今回使う切符はですね、こちらの熱海から仁摩山までの乗車券ですね。こちらを友人改札に見せて早速改札入場し、快速アテルイが発着する水沢駅2番線の方に移動しましょう。それではおはようございます。この切符でお願いします。いいかな、あ、押してください。いい、押して、はい、はい、はい、ありがとうございます。さて、水沢駅の2、3番線にやってまいりました。見ての通り、2番線にはまだ今回乗車する6時50分発の快速アテルイ盛岡行きは来てないですね。この後6時40分頃に回送列車として入線してくるそうなので、列車来るまで少し待ちましょう。隣のホーム1番線には6時32分発の盛岡から IGR 岩手銀河鉄道線に入る普通列車岩手沼区内行きが入線してきたんですよね。 IGR 線直通の列車っていうのは1日に2本しか走ってなくて、しかも1番列車、2番列車の始発便のみです。快速アテルイ並みにね、乗車するのが難しい列車ですね。ということで、2番線には6時50分発東北本線下り快速アテルイ盛岡行きがやってきましたね。こちら JR 東日本の701系です。快速アテルイの乗車列です。2両編成ですが、この水沢駅でかなり乗るということでね、隣のホームの端っこまでね、来ちゃってますね。かなり乗る人が多いみたいです。側面の LED 表示です。さすがに1日下り1本の快速アテルイという表示は入っていないんですね。ただの快速盛岡という表示になっています。また車内はですね、水沢始発なんですが、通勤時間帯を走るということで、座席はもうほぼ埋まっていて、立ち席が出ているって感じですね。それでは快速アテルイ乗車していきましょう。乗車する際ですね、足元の段差気をつけましょう。
引き続き車内マナーにご協力をお願いいたします。次は紫の、紫のです。ということで花巻までやってまいりました。ここから先快速アテルイは矢幅仙北小路順に停車します。それ以外の駅はね、通過します。ということで水沢を出てから1時間1分、列車は終点盛岡までやってまいりました。乗ってきた電車はですね、見ての通り乗客を降ろした後回送列車として車庫に入ります。 JR 東日本管内を走る定期列車の中で最も乗車難易度が高いとされる東北本線の下り快速アテルイ盛岡行きに乗ってきた動画、いかがだったでしょうか。水沢6時50分発と首都圏だったらね、意外とゆっくりな始発列車ではあるんですが、一ノ関以北からじゃないと乗車できない列車ですので、皆さんも興味があったらぜひ快速アテルイ乗ってみてはいかがでしょうか。ではこの動画はこれおしまいとなります。ご視聴ありがとうございました。